さあ EX プラスですね、なんだかんだですね10人にも、参加しておりますということです。まあ半分ですね、なんかジャスミンデーという気がしたくないんですが、まあそのことはほっとにですね、まあ、楽しくやっていきましょう。さあ続いてワンピー側、今日からお越しのこっちゃん、そして中継側、やはり初頭からお越しのふみ、さあこっちゃんと初代ふみ誰だ。結構減る。これ、ああ、
笑教室で。おいしいね。どうなる？あ、そう。まだ。これは裏回ってウルトラさあこれより動いて正面さあ実際の勝つのはウルトラコンマツリの03よりもカプコンマツリの2クラスのために生きているんじゃないかというのがささやあるさあバージョンさあ最初マッピーが悪いやつってさあダルシム同キャラこれ現役でよなかなかダルシム同キャラってやらないんじゃないでしょうかねあそれだねI'm gonna go get some more.
上。これは表、これカード。これは？これ、裏だった。あのセットプレーあれかっていう本人はどっちか分かってやってるとかね。
さあ、突っ込んで切ったところに後ろ合わせで、スタート、おいしい。さあ、いいんだよ。というわけで、1日で並びましたラウンドスーパーで進んでいます。ラウンド1ファイト。さあ行きましょう。ワンピーガーが梅本に、まあ優香さんですね。ワンピーガーがクリア。そして対するチームは秋田君。うっかり参加してしまった秋田君。さあダブラリー。うわ、ウッスリカード連続で連続で、さあここでスキルで割り込み、エリア後ろ下がって早っ空対空、うわ空対空ラウンド2ファイト。歩いてからのスクリュー、これはスタート、ジョブモレー、ジョブモレーはここで池田オーガード基本的にあれを重ねてから2連射を逆みたいな感じになってますよね。これは着地にしっかり合わせる、これ相手で嫌う、さあそれではグイグイと前にザンギフ2段サイクル見てろ、さあエリア対カナセ、ワンピーガーは宮本一平、エリアそしてスピーガーは天宮七瀬、さあ今年は七瀬キャラ替え、さあしかしさあキャラ替えは成功するのか、ああ対空キャッチする対空キャッチする、やっぱり対空エクセルが強いですね、まあ、強いというか何というかあれのおかげでかなり動きを制限できてますね。あーと、あーそうですよ、おいやな、あー一気に動いてる、さあ行きましょう。ワンピーガーは天宮七瀬、ツーピーガーは北軍隊です。なんか昨日も見た組み合わせるような気がします、気のせいです。スクリュー、このスクリュー上げて、今回の角度は下がらず、でもどこで終わるか分からない感じ、からからのスクリュー、
と、スラガードガルドスクリュー、ボタマルコトハンチックな感じですか。一番のボタンはキャンタンギこれはもう一個ゲート使って、あそう、やっていく、あそう、残り1つ、どうする？これを、あそう、あのしかし最後は下中盤、あさあ来たくということで来たくなってるけどな今。Round one, fight.さあ行きましょう。さあワークマンが裏側のジャック、そしてサイズスピーガーが、ギルダンシャロン。ストレート、ここからスラガード。まあ基本的にはやっぱりラケットの使用点が上がっていくんだろうけど、まあ、そしてどっかでここが入ってあそこでカスッと持っていく。さあそれがやはりメインの場所がある。あの。
の僕たちくん。あと。あなたの負けだ。あなたの負けだ。いいじゃろ。ここでいけるな、相手。あなたの負けだ。顔を洗って手直しな。さあ、じゃあさ。Round one, fight! さあ見てまいりましょう。ワンフィガーが裏だったのジャック、ロックフィガーがヤナ選手のフィガーが正面から、さあ大学生ぶっ潰して、なんかこのゲージが一本溜まったらね、とりあえずエクセルを受けるっていいですよ。じゃあ、通していく。ああ、いいコントロールかな、バレた。ラウンド2、ファイト。ベース蹴った。しかし、スパイシー、あっと落としまう。さあ、今度は相手に行きまして。飛べる。これは、飛ばしていく。ガード。ちょっとうまい。あと、うわ、届かない。ブレイク。やりました。マイノーが本当に返したのはよかった。さあ、これ。さあ残ったのが、サガットジャック7番目のリリアルスピードガードと、まあそんな感じで行きましょう。ワンフィガーが、先ほど、ピコさんピコさんのフッコの詳細を通して通路を通った裏ガンダー、そして対するスピアが、ワンマリーグ1位通過のボンチャルサガット。これはガード、サイクルする、あと落としまうか。これはクリットする。これでこれが出てきた。
サイド、そしてもう一回手のサイド、あーすごいコンボを見せる。さあ来たぞ、さあそう、こいちゃん、これが真の帝王の拳だ。ラウンド1ストライク。さあ見てもらいましょう、1試合目準々決勝、ワンピアは一度神経のダンジュ、そしてツーピアは三段ゲーム、一択段ゲーのね、さっきは完全にね、ゼロスリーの一択ゲームになったさあ、まだでもこの技術の段ゲーはあれでしょうけど、投げ光のツーピア、ゼロスリーは一つ一つは一つ持ってないそういうのをやっておきたい。ただ問題なのはですね、このゲーム、無限ステージなので、寄っても寄っても追い込めないというのが、まあ、残念的には一番良くないんじゃないでしょうか。まあ、こんなことで言ってもら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 ってスリーセンターで追い払う、基本的には一曲は避けたい、一番上がってこん、基本的には飛ばして重って追い切り返し、あとはエナブル、もう一回、どういうキャラでした、あ、大丈夫だ。さあ、3つ目いきましょう、ワピガラ、いや、お仕事に積み方を言うか、そして最初にワピガラ、ダルシムエリアというコマンで、攻める、これはアート、一瞬で変わらせた、反対側アート、飛びが通る、
ぜ。これはお互いに手を出すな。手を教える。さあ行きましょう、準決勝。ワンちゃん一緒に行きましょう。準決勝第1試合、ワンフィガーがさあ、一歩を取られているな、ひらくめ。
ぞ。これでエリアを取り返す。ファイノーラー、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 ファイノーこれは間違いないよ。アート、この方の後ろは取らず、そしてオート。さあ、何かの音源をしたな。さあ、エリアされていいよ。アート、これはでかい。さあ、一気に追いつく。もう一回、これはどうなる。最後まで勝ったのはビルダーン。もっと楽しませてよ。さあ、行きましょう。ワンピーガーは受け戻る、ジミー・セルピーガーはみんな好きで、エリアダルスという組み合わせ。あ、これあれですね、こういうことやってみて。ラジオスティックね、ラジオスティックなんて。あーと、通ってしまう。ゾンビだよ。決勝行きましょう。で、ふわっとやってまいりました。こんちゃん、参りましょう。決勝、ワンピーガーが、ダラゼ、キューナン、そしてアイスルーピーガーがこんちゃん、勝とうぜ。さあ、サワット師匠という組み合わせ。さ
まずスタート。諦めなさい。アート。アート、これはでかい。アート、アートはとりあえずここがでかい。まずここがでかいのがシャワーポッドですよ。あー、まずここに行く。ここから中国入っていくシャワーポッド。さあ、まずリーチを取ったのはポンジャンシャワーポッドになるね。あー、そこに行く。これは裏回して、そしてゴール。あ、嬉しい。あ、チーチーバンドコンボ。あ、レイド通して黒い投げ。おっと危ない。危ない。しかし最後は中足というわけで優勝はこちら様、おめでとうございます。